写真拡大。高校野球大阪大会準々決勝、履正社 1-1 の2、志田、9日、豊中ローズ球場。大阪大会準々決勝で大阪桐蔭と履正社がそれぞれコールド勝ちを収め、今大会は準決勝で打ち切りとなるため最終戦で因縁の対決が実現。両校とも出場予定の2020年甲子園高校野球交流試合が10日に開幕するが、その裏で全国の高校野球ファンが注目する一戦が午後3時半から行われる。両校球児は互いの意地とプライドをかけ、まずは目の前の大阪頂上マッチに全力を注ぐ。最後まで勝ち切って終わる。ホールド勝ちで準決勝進出を決め、プロ注目の履正社の主将関本裕介捕手3年が準決勝での大阪桐蔭戦に闘志をむき出しにした。大阪桐蔭を倒すためにチーム、選手も集まっているので、圧倒的に勝つというのはどの相手でも変わらない目標にしているので、相手も強敵ですけど圧倒して勝ちたいです。5回戦で5番を打ったが、この日は4番に復帰。初回に進二塁から中前打で出塁して先制点につなげると、5回2死1、2塁では左翼線沿いに運ぶ敵陣2塁打でチーム8点目を追加した。4番にこだわりがあるので、4番に戻してもらった感謝の気持ちでできたかなと思います。打撃の状態が上向いてきたことは好材料だ。過去の苦い記憶が関本を熱くさせる。大阪桐蔭が春夏連覇を達成した18年は、夏の北大阪大会準決勝で対戦し、9回2死までリードしながら逆転負けを喫した試合をスタンドから眺めた。2アウトからも油断できない、野球はわからないと実感した試合でした。昨週の大阪大会決勝では9回には自ら同点スリーランを放ちながらも敗れていた。ずっと意識して練習してきているので、桐蔭を倒すためにどうするかも考えてきているので、サッカーの王者としてのプライドもある。3年間の集大成の思いをぶつける。